はい、今日は2021年ヨーロピアンドッグショーブダペストの、2日目です。昨日なんかもゴールデンがいた、今日はもうガンドッグですね。それとワーキング、ちょっと絶対誰か知ってる人がいるんですよ、で知ってる人がいるんですよというか会わなきゃいけないんですけど、ゴールデンのところで誰かというか、まあ、僕は知ってるんですけど、あれ昨日あれだけ何ですか、知ってる人がいるかもしれないからとか言って、そのもうこっちからフェイスブックでメッセンジャーで連絡して、何今日は来てないんだよって、その2人が何ですか、研修も言っていいのかな、いたぐれと、あと何だっけ、ボルゾイのヨーロッパの人、もしいたらなんか挨拶しなきゃいけない人がいて、来てますかって言ったら、いや今日は来てないんだよみたいなことを言われて、ああよかったと思って、それでほっとしていたら、また全然違う犬種の人が来てて、パグとホワイトスイスシェパード、絶対なんか喋んなきゃいけない人だったのに、っていうかそのホワイトスイスシェパードはもう一番喋んなきゃいけない相手だったのに、この今回のこのヨーロピアンドッグショーの目的の一つだったわけですよ、その人と会って話すのが。それなのにホワイトスイスシェパード今日だと思ってて、僕はもう話せませんでしたっていうか、そのままもう帰ってしまった。アホですよね、あれだ。そのパグの人も、っていうかパグの女性はプロのハンドラーでもあるんですけど、その人に今犬を預けてて、今というかもう前も預けてて、もうとにかくもうっていうか向こうから言ってくれたらいいのにっていうことですよね。僕はフェイスブックでブカレストに来てるって言ってるんだから。あ、ニューファンもそうだ、ニューファンもいるんだ今日は。やばいな、ニューファン見なきゃ絶対に。ちょっと今日忙しいんですよね。今日はどこだっけ、あの人はチェコかスロバキアかの人が、土佐犬の人が、あ、アメリカが来た、だ、うわすげえ。ちょっと私の犬出してるから見てきてみたいな、見てちゃんと意見を聞かせてみたいなことを昨日メッセージで、だからメッセンジャーで送ってきたから、土佐犬見なきゃいけないんですけど、ニューファン、うわアメリカが来た、いっぱいいる、アメリカが来た、すごい人気なんですよね。ヨーロッパですごい人気ですよね、アメリカン秋田は。数も多いですよね、だから。日本人は偽物の秋田犬だとか言って、アメリカン秋田を、ちょっとなんか、なんていうの、アメリカン秋田差別みたいなことを行う人がたくさんいらっしゃいますが、アメリカン秋田は、もう日本の秋田犬とはもう別の犬種ですからね。だからそれちょっと何ですか偽物の秋田犬ではありませんよ、もう別の犬種です。あれこれなんだろう、ピレニアンマスティフかな、ピレニアンマスティフかな。いやもうだから昨日会わなきゃいけなかった人がいたのに、もう最悪ですよね、僕はちょっとね、くそ、もう絶対会わなきゃいけなかったのに、もう参ったな。あ、これはジャパニーズアキタだな、ジャパニーズアキタいかがですか皆さん、ヨーロッパのジャパニーズアキタどうですか。まあちょっと寝そべってるか分かんないかな。
アメリカ秋田とジャパニーズ秋田。ちょっと待ってくださいね。あ、これはハスキーだな。いやもう参ったな本当に。どうしよう。全員が後ろを向いている。よし、ちょっと少し回ってみますね。またラゴットロマニオールがいる。ラゴットロマニオール、なんでみんな買わないんだろうか。あれだけプードルミックス犬が流行ってるのに、なんでラゴット買わないんだろう。ほらもうプードルでしょ。ちょっと大きめの、あ、大きめのというかミニチュアぐらいかな。ラゴット絶対いいと思うけどな。なんでラゴット買わないんだろう。色もいいんじゃないですか。こんなんかほらね、あの感じ、ちょっとグラデーションがかかって色が変化してるみたいな。ほらなんでラゴットロマニオール買わないの。みんなヨーロッパのものすげえいいブリーダーしてますよ。僕はラゴットのすっごいいいブリーダーしてますよ。絶対買った方がいいと思いますけど。でーでーでーっていうか。そして今日は僕はカメラ、ビデオカメラを忘れました。わっ、なんだこれ、なんだこれ、プレサかな、プレサかな、プレサかな、プレサか、プレサか、プレサか、 100% プレサだな、これがプレサだ、間違いない、プレサかなりよ、ヨーロッパのプレサ、あープレサだ、あすごいわ、ごっついわ、ごっつい、ごっつい、ヨーロッパのプレサ。そしてカメラを忘れた。ドッグショーに来る、いやあのね、わかりますよ、ドッグショーに来るのにカメラを忘れるってお前頭おかしいのかってなんじゃないですか。まあそうなんですよ、ね、分かってるんですけど。おーおーおお、すげえ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 。うわ、かっこいいわ、やっぱりプレザカナリオ、かなりかっこいいわプレザカナリオ。ほらうーわー、これいいわ、ほら、ね、だから読書に来るのにビデオカメラ忘れるってどういうことなんですかみたいなね。いやあのね、もうね、そのさまざまなことがあるわけですよ。あ、こっちはなんだ、これはカネコルソだ。うわすげえでかい頭が、うわ後ろになんか見て噛まれるかと思った今。後ろ全然見てなかった、後ろから噛まれるかと思った今。カネコルソだ、カネコルソ、すげえ。ちょっと待って、どこに何がいるのか全然わかんない。どこがどのリングなのか全然わかんない。うわすげえ、うカネコルソかっこいいな。うわだからなんてあのね、うわカネコルソがいっぱいいる。あの今日はワーキングの日ですからね、うん、ちょっとあかんべしてるかな。あの何ほらあのね、そのほら Don't Disturb っていうあの札があるんじゃないですか、ホテルのドアにかけていくやつですよ。あれをか、うわすげえギロって睨まれた。ちょっとブルーが混じってるようなフォンですね。あのなんだっけ、うわ金殺す山ほどいる、うわやべ、うわ金殺すかっこいいわやっぱり。くそとか言ってなんか羨ましいと思ってなんか羨ましいなと思ってクソとか言ってるけど、
日本にも金子さんすごいいいのいましたよ。読書会場で見ましたけど、フォーンの、フォーンだったかな、ブルー、うん、そうフォーン、なんかちょっとブルーが入ってるフォーンみたいな感じの、あ、ちょっとブリンドルも入って、いや、わかんない、忘れたけど、すごい良かったですよ、あの、金子さん。誰が買ってるんだろう、日本にあんな金子さんがいるんだと思いましたもんね。多分アメリカのブロードラインだと思うんですけどね。だから、アメリカのブロードラインの金子さんいいなと思いましたね。すごい良かった。あ、ニューファンがいる。ちょっと行こう。それで、あの、なんだ、あ、ニューファン。あのね、なんだったっけ。あの、何。その、Don't Disturbをつけてんのに、部屋に入ってくるわけですよ、そのホテルが。もうむちゃくちゃですよね。だから、わ、何頭もいる。ほら。だから、もうね、その部屋を出る前にパッと思い立って、その部屋を掃除に作るハウスキーパーの女性にちょっとタオルだけ変えてって言って、タオルだけ持って行って、その時にね、タオルだけを変えて、俺の部屋233だからとか言って、俺の部屋233だからって言って、うわ、このニューファンでかいわ。ほら、みんな見てます。このニューファンすげーでかい。なんだったっけ、ちょっと待って、ちょっと一回止めます。次の会場に行くから、次のホールに行くから、ちょっと止める。今びっくりした、あれコーカサスシープドッグですよね、噛まれるかと思った。次のホールに行きました。ね、あ、ここかな、なんか、あれがいるのは、あの、土佐犬が。なんだっけ、あれ、コーカサスですよね、これね。コーカサスシープドッグですよね。やばいね、絶対噛まれる。それで、なんだっけ、その時にね、タオルだけ変えてもらって、僕の部屋233だからって言って、もう今日部屋掃除しなくていいからって言ってきた時に、それを部屋出発しようと思った時に、それをほら思い出したもんだから、思い出したから、その時に、その時にね、あれ何、オフィシャルカード、セントラルアジアオフィシャルカード、うわ、すげえ、わお、セントラルアジアンシェパードだ。うわ、すげえ、これはちょっと、うわ、でっけえ、なんだこれ、チベタンマスティフかな。うわ、この犬がいいわ、うわ、吠えられた。ショーの前になんか興奮させたら怒られるかなみたいな。うわ、セントラルジャンシェパードだ、すげえわこれ。ちょっとね、だからなんだっけ、何の話、うわ、いっぱいいる、うわ、すっげえ、でけえ、でかい、これはでかいわ、ほら、座り、うわ、すげえよ、白クマじゃん、白クマじゃんみたいな、白クマじゃん、飼いたいけど攻撃性が高いんだよな、これで優しかったらいいんだけどな。
リングありますね。でも何の犬種がどこのリンクか書いてない。あ、すみません、それでその時ね、それを思いついた時にパッて投げたんですよ、ベッドに。そのあのうわーでげー、グレートデンだ、あの何、ちょっとほらベッドにね、そのカメラをパッて投げたんですよ。でそのまま忘れてきた。うわでかい。でも日本にもいいグレートデンたくさんいますよね。日本のグレートデンすごいいいですよね。うわなんだこれ、何この犬種。あ、ブルマスティフだ、ブルマスティフだ、ブルマスティフ。あ、ブルマスティフだ。ちょっと待って、やっぱワーキングドッグの日はちょっとやばいですよね。Sorry、ワーキングドッグやばい。あ、俺邪魔になってた、すげえ。ワーキングドッグやばいわ。てか土佐犬がいない、見つけなきゃいけないのに。あ、どこだ。それでビデオをベッドにポイって投げて、そのまま忘れてきました。うわ、なんか臭い。あれあれ、なんか、あれはイングリッシュマスティフだ。ちょっと止めましょうかね。ちょっと探さなきゃいけないから。もうジャッジが始まってしまう。で一応どのリングであるのってさっきそのなチェコだったかあの聞いたんですよ。チェコかその何、スロベニアだったかな、スロベニアかチェコかどっちか。あれこれトサイヌじゃないかな。違う、フレンチだ、フレンチマスティフだ。あれちょっとドーベルマンだ。ちょっと待って、ドーベルマン尻尾と耳を切らないとおかしいって言って、ほら向こうのドーベルマン尻尾切ってないでしょ、耳は。もう言ってる場合じゃない、ちょっともう間に合わない。でこっちのドーベルマンほら切ってんでしょ、右側は。でドーベルマンは尻尾と耳を切らないともうダメだって言って、もうそのまま逆にドーベルマンを虐待しているとか言って言ってたらすごい、もう本当に半分ずつぐらいに意見が分かれてしまって。もうその反対派の人はすごい反対だし、賛成の人はすごい賛成だしみたいな。ほらだって耳切ってないとなんか猟犬みたいでしょ。まあもちろんほら見て、なんか猟犬みたいでしょ、なんかもうこんなのドーベルマンじゃねえみたいなことを言ってたら、ほらもうドーベルマンじゃないもんこれ。何このなんかもう悲惨な形、もう虐待ですよねこれ。わざとドーベルマンを格好悪くする虐待って言ってたらすっげえ怒られた怒られる方もいらっしゃるんですけど、逆にそうだそうだってものすげえそうだそうだって、それがまた激しくそうだそうだっておっしゃる方もいらっしゃるわけですよ。だからこうでね、だって見てこれ、何これ、何この犬、これドーベルマンですよ、これ猟犬じゃんちょっと止めようかな。ちょっと土佐犬のリングちょっと探します。ちょっとすいません、止めますね。ね、33番リングって今連絡がありましたね。33番ってこうですよね。あれこの辺ちょっと待って、もういろんな犬種がいて、あれ土佐犬かな。あ、土佐だ、いた。あ、ここだ。いやもう忙しい。でそのホワイトスイスシェパードの、ブリーダーは今セルビアにいるんですけど、セルビアを出発したって言ってましたね。今日も来るそうです。今日も来るし、明日って言ったかな。
トゥモローって書いてあったら明日ですよね。いや昨日から数えて明日って言ってんのかなと思ったから、昨日から数えて明日だったら今日だから、でもちょっともう一回見ないと分かんないです。明日って明日なのかもしれないから。ナポリタンダルダル、ナポリタンは皮膚がダルダル。ナポリタンは皮膚がダルダル。このナポリタンいいじゃないですか、すごい。このナポリタンすげえいい。このナポリタンすげえいい。いい良さがはちょっと伝わらないでしょ。このナポリタンすごいいいですよ。わかんないわ、フェンスで。しかしこの辺でこのリングでありますね。ちょっと僕はなんだっけ、ちょっとどうしようかな。土佐犬のリングにいていいんだろうか。うわ、セントラルアジアンシェパード、コーカサス。もう絶対噛むもんなこの感じ。もうなんかうわすっげえ、絶対もう絶対噛む、もう絶対噛む。突然、例えば夜10時に真っ暗の時にこんばんはとか言って言ったら絶対噛みますよね。絶対噛むもんな。もうそれなんかもう噛む犬はもう嫌だ。愛と平和の犬にしたい。愛と平和の犬。一番噛まない犬って何でしょうかね。もう一番攻撃性のない犬にしたいわ。一番攻撃性のない犬なんだろう。もうドゴとかもう絶対噛むしな。もうドゴなんかもう絶対、もうどこなんてもう宇宙で一番噛む。マジで宇宙で一番ではないけど、どこは噛む。まあ一番噛むのはピットブルですよね。もうちょっとなんか攻撃しない犬の方がいいわ。もううわー、イングリッシュマスティフ、イングリッシュマスティフ噛まないんじゃ。いやー、わかんないな。夜10時に訪ねてきてこんばんはって言って真っ暗の中で来たら絶対噛む。夜中の1時に酔っ払って友達が、あー酔っ払った、ちょっと止めてくれ、あカデブーだ、カデブー、これカデブー。昨日やっぱりあれブアブールですね、多分僕が見たの。その前のやつはカーディブかもしれないけど、なんかブルドッグみたいな感じだったやつ。うわ、コーカサスいっぱいいる。コーカサスシープドッグやっべ、なんかうわすげえいっぱいいるじゃん。もうね、もう疲れるもん、カム犬は。なんか他の人を攻撃するじゃないかと思って、そのほらなんかノーリードにはできないし、ものすごい周囲をいつもなんか注意しとかなきゃいけないじゃないですか。もうそういうのが疲れるんですよね。なんか幸せなドッグライフをエンジョイできない。まあそういうそのほらなんか攻撃性の高い犬はもちろんかっこいいですよ。かっこいいから、まあわかるんですけどね。わかるっていうか、今までずっと長年そういう犬ばっかり。おー、びっくりした、追い求めてきたわけだから。わかるけどちょっともう愛と平和の犬にしたい。一番攻撃性の少ない犬は何ですか。ゴールデンレトリバーでしょ。もうゴールデンレトリバーにしようかな。ヨーロピアンゴールデン。うわ、口にはめてるし、もう絶対はめないと噛むもん、この人。それでずっとね、今ねスマートフォンで撮ってるんですよ。うわ、土佐犬だ、土佐犬いるし。
うわ、土砂。どの犬のことを言ってたのかわかんない。全然。あ、そうだ。ちょっとあれを見て、なんだっけ、ちょっとカタログを見て、その名前をちょっと見ないとわかんないですね。この犬がわかんない。ちょっとどの犬なのかわかんない。うわー。うわー。なんつったっけな、愛なんとかかんとかって言ったんですよね。よし、ちょっと一回止めますね。ちょっと調べとかないと、見逃したらちょっとダメだから。っていうか、まあ最初はね、このね、読書会場をこれ紹介する、こんな感じですよ、みたいな感じでこう、ずっと見て回る動画ですからね。まあ好き勝手なこと喋ってますけど、これはもう、ほとんど見る人は海外の人ばっかりだから、僕のチャンネルは、クールドックスのチャンネルは。だから、まあいいんですよ。日本人の方ほとんどご覧になってらっしゃらないから。だから何喋っててもいいんです。何喋ってても誰も、だって日本の人ほとんど見ないんだから、わかんないから。だからなんか、どうでもいいような犬と全く関係ない話をずっとしてるんですけど、カメラをベッドの上に置いてきたとかってね。まあ会場はこんな感じですね。こんな感じ。今日はワーキングの日。そしてちょっとなんかすごいなんかギャオギャオ言う犬がいっぱいいますよ。よし、じゃあ止めますね。2日目の様子でした。